分でも今日は落ち着いてできたかなって。スタジオのスタッフさんたちもカメラの向こう側にいる人もみんなの顔が見えたっていうか、聞いてくれる人みんなに笑顔になってほしいって、そんな気持ちで歌えました。そうですね、難しいかもですけど、でもこれからもそんな風に歌っていきたいです。やあ、久しぶりだね、萩原。レオンさん。まあ、そんなところかな。驚かせたのならごめんね、萩原。いや、気にしないでください。私が驚くのは日常茶飯事ですから。今日の本番、こっそり覗かせてもらったよ。萩原の歌、さらに良くなったよね。さすがだ。本当ですか？ありがとうございます。今日の萩原の歌を聞いたら、もういても立ってもいられなくなって、それで楽屋に飛んできたんだ。萩原、あたしともう一度勝負しよう。あれ、嫌なの？嫌とかじゃなくて、どうして私なんかと。私なんかって君は本当に謙虚だね。そんな君だからこそ戦いたいんだ。そうだね。それじゃあ、いい返事を待ってるから。またね。でも、どうして私なんでしょう。こんなに貧相なのに。どうして私なのかなって。